ってると私は思う。だんだんやばいものになってきてるで大丈夫。小学じゃーん、ゆいです。あやかです。ゆいあやです。イエーイ。はい、ということでですね、真っ白。でもなんでこれ真っ白なの。さあ、なんででしょう。くるみんにこのケーキを顔面にぶつけるドッキリをするため。あ、それもやりたいけどそうじゃないんだよね。あ、違うのか。今日はクリスマスが近いんですよ。そうですね、近いですよね。もうサンタさんの格好しちゃってだから、ね、イケイケですけども、イケイケですね。はい、ということでこの真っ白なケーキをですね、クリスマスデコレーションをしていきたいと思います。おー、ということでね、やっていきましょう。イエイ。まずこのですね、あやかが持っている100円ショップで買えるこちらのチョコペンでウサパンダを描いていきたいと思います。イエーイ。あやか頑張ってね。パンダなんかお茶の子最新ですよ。お茶の子最新よ。期待してる。え、でも期待してる。あ、怖い。期待してる。どこに描けばいいのこれ。真ん中に描いておくの。いいな。ウサパンダじゃん。これさ、あの、あ、あ、こっちの方がいいんじゃない？でさ、でさ、ユイパイセンだわ。それほどでもユイの一番弟子ですから。あ、そうだね。はい、問題顔だよ。ほっ、あ、うまいよ。そこはうまいよ。ウサパンダは目のでかさがね、売りだから。そうね。分かってるか分かってるか。あ、来た来た。うまいよ。はい、完成。わあ、やったね。クリスマスといえば何、うん、そう、これサンタさん。はい、だからね、このプチシューとアポロチョコを使ってサンタさんを作っていきたいと思います。イエーイ。このままでいいんじゃない？なんかいい匂いしてきた。ほら、あ、いちご。大きい。あ、落ちるこれ。さあ、それはどうするでしょう。チョコペンで固める。なんで答え言うの？優等生だから。チリ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 。たっぷりつけとかないとね、多分ね落ちちゃうから。はあ。よし、まあ次はね、多分もうちょっとしたら固まると思います。ナミキチはユイよりはうまく描けると私は思う。あはっ、あ、目玉と引きが照合してしまった。あ、目がどろんでそんな笑わないで。怒るよ。白いのちょうだい。はい、クレームはユイにサンタ。まあまあだね、ヒゲがちょっと。え、それ見せられないよね。違うじゃんこれ。並木さんたちエンドパート2、くるみんジエンドだったから。あ、並木さんたち、並木さんたちエンドパート2です。これはこの形に沿ってね、くるくるくるとかやってここにペタってつけるんですよ。表から何なの？なんか巻きじゃないか。なんかの兄弟できちゃう。お、いい感じじゃないの？できたー。見て、うまくない？うまくない？ね、うまくない？これはね、卵ボーロです。ナミキチ大好きだよね。そう、大好き。たくん、今何やってるの？目玉。目玉から先にやっちゃった。どうやってつけるの？違うんだよ。ん？見てる。あ、あ、
いいね、いいね、いいね、いいじゃない。何人って不器用だったっけ。次、お花ね。お花が可愛ければ何でも可愛いっていうところがあるから。大丈夫だよね。大丈夫よ。これ、ラングドシャ、はい、もう興奮しちゃった。大丈夫、ナミキチよりはいいから。じゃあですね、次マーブル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 チョコレートパン。はい、マーブルチョコレート使います。真っ赤なお花のということで、何色を取るんですか。赤です。で食べないようにね、赤だから少ないから。はい、じゃあつけるよ。おい、これもちゃんとつけてて。はい、できた。できました。じゃあまず今ね、作ったミニキャラをケーキにデコレーションしていきたいと思います。はい、じゃあどこにつけるか。ホイップクリームにつけよう。あ、いい、ストップストップ。頭、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。で、ここにもう一個やればいいんじゃない。いいね。はい、あい、あい、あい、プレッツェル刺さるな。いい、プレッツェル刺さってる。いいよ。はい、じゃあナミキチユイがメリークリスマス書くからさ、お願いします。お、いいじゃん、いいじゃん。イス、うまい、うまいよ、うまいよ、ゆうゆう、すごくね。すげえよ。ポッキー使います。ポッキー、ポッキー、ポッキー、ポッキー回る。あ、ごめん、ゆいが邪魔だよね。うっそポロ使います。はい、どうぞ。見て見て、かわいい。ほら、かわいい、かわいい。ちょちょ、難しかった。開けない。ここら辺開いてるんだけど。開いてる。波ちょっと、波ち書いていい。ちょっと、あ、ピンク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 。何何何何何何、今日は顔描いちゃダメな日でしょ。何やってるの。やっぱ今日も描いてるからベロナガウサギメリクリバージョン。待って、ベロナガウサギのキャラクターが出てきちゃった。なんかこの並木を世界に広めたいから。最高だね、ネーミング。できた、ベロナガフェイス。ネーミングセンスもいかれてるよ。でベロナガフェイスって書いとこ。え、ダメ、ダメって。だんだんやばいものになってきてるんだよ。大丈夫。ねえねえ、思ったんだけどさ、タロットカードにさ、ケーキやるなって書いてなかった。タロットカードにケーキはダメって言われて、でも波吉が無理やり無理やりにケーキをやりたいがために、ケーキやりましょう、やりま、可能性に立ち向かえって言っちゃったから、ケーキをやることになってしまったんだけど、こんな失敗が連続続きで、もしかしたらタロットカードが当たってたんじゃないの、これ。完成。じゃあゆいポイントは何ですか。上村ゆいのポイント、いやこれに決まってるでしょ。ですよね、めっちゃうまいじゃんこれ。びっくりして、うますぎて。ハートとかさ、なんか花柄のこやつら、うん、この辺をばらまいたのが上村ゆいなの。今知ってるね。センスよくない。よし、はい、ナミキチ。うん、とっても良かった。ナミキチは、見てこのフェイスですね。君のキャラクター。そう。ベロナガウサギの顔だけ。はい、ということでね。見てくださいよ。食べようかしら。食べよう。見てないからってさ、バンバン食べるんじゃないよ。いただきます。ふんふん。ふんふん。街灯うま。これは街灯なの。おいしい。ククだからジエンド食べよう。ジエンド、せーの。うん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 。ジエンドおいしい。うん、まあ味が良ければ全て良しい。うん、みんなもぜひ自分の好きなお菓子をデコレーションして、そうそう、楽しんでみてください。街灯だって作れます。そうそうそう。ではね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、バイチャオ。
そしてチャンネル登録をすると、ここにベルのマークがあるの分かりますか？このベルのマークを1回タップしてもらうと、なんとチャオチャンネルが上がったタイミングでチャオチャンネルが上がったよという通知が来るので、みんなもぜひこのボタンを押して通知を受け取ってね。